お疲れ様です。うちわ TV 中の人、うちわ4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。今回はウイニングポスト9で神の馬 VS 殿下の秘宝、果たして強いのはどちらか、海外馬情報っていうね形となります。海外馬のね、馬たちで、輸入できるっていうのをね、この間動画に作らせていただいたんですけども、93年からね最速でできると思うんですけども、この93年のね海外馬が非常に優秀で、どの馬をね行こうかなと思ったんですけども、やっぱりね神の馬と、そしてね、モハメド殿下の殿下の秘宝、この2頭をねちょっとご紹介させていただきたいかなと思いまして、この動画を作っております。93年はもう非常にねこの海外馬優秀な馬たくさんいるんですよね。ただその中でもね2頭ぶち抜けている馬がいますので、まず1頭目は神の馬、そうです、ラムタラですね。この馬はね欧州3冠をして日本にも輸入されたっていうね、まあ歴史を持っている馬なんですけども、まあ本当にねめちゃくちゃ強かったんですよね、ラムタラって。その世代でねペニカンプだったりねサンダーガルチとかをね、もう多分他の世代だったらねこの馬たち普通にねダービー勝ちまくってるようなね、各国のダービー勝って欧州3冠もできるんじゃないかっていうぐらいね、能力の高かった馬たちをねラムタラはね、もう一括です、完全に。でもうめちゃくちゃ強かったんですよね。でこのラムタラっていう馬はね本当にね、まあ世間では神の馬って言われて、で日本にね輸入されるって言われた時はもうね大賓縮を買ったんですよね。日本がねもうお金をかけてね、まあ欧州の神の馬を、まあ実際ね出身アメリカなんですよ実は、なんですけども、欧州のね、秘宝を持ってねもうなんか持ち帰ったぐらいのことを言われたんですけども、まあなかなかね日本で実際ね、活躍馬を出すことができなかったっていうのが残念だったんですけども、本当にねこの馬は、90年代前半を代表する一頭だと思います。まずねこの1頭目ラムタラはねかなりね、虹のお守り2つですけども、非常に優秀で、温泉施設とかをねマックスまでやっていると非常に長くね活躍してくれるラムタラ、覚えておいていただきたいかなと思います。2頭目はねこのシングスピールです。モハメド殿下っていうね、まあ知っている方は知ってるかもしれませんけども、馬主のねゴドルフィンの、まあ実際のオーナーの、まあドバイのね非常に、まあお金持ちの方なんですけども、昔からねだいぶ競馬の世界でね、根付いている馬主さんなんですけども、この人がね生まれた時からね引退するまでずっとね、追っかけた馬っていうのがもうねこの間ワイルドカードでお話しさせていただいたドバイミレニアムとねもう一頭いるんです。それがねこのシングスピールっていう馬なんですね実は。でシングスピールっていう馬はね非常にね、日本に馴染み実はあったりするかなと思うんですけども、ジャパンカップに来てねジャパンカップ勝ってるんで、知っている方覚えている方いらっしゃるかなと思いますけども、実はねかなりね、殿下がね、まあ本腰入れてかなりこの馬可愛がった一頭だと思います。ドバイミレニアム並みにね、かなり大事に育てたんですけども、まあ最終的にね、まあ骨折してしまって、競走馬としての能力がなくなってしまったんで繁殖に上がるんですけども、まあその時ね、まあ逸話ですけども、まあ3日ぐらいね、ご飯食えなかったらしいですね。それぐらい可愛がってたみたいなんですよね。非常にね愛嬌のある馬だっていうのと、あと、まあ、有名な話ですけども非常にね、人の言うことが分かる馬みたいなね、それほど賢い馬だったんですけども、このシングスピールね実はかなり優秀な馬なんですよね。なぜかっていうと、おそらくねこの同世代でねアグプマポーロっていうね非常にねダートで優秀な馬、日本の生産馬でね地方で大活躍した馬いるんですけども、その馬よりもね楽に、米国3冠簡単に取れますこの馬だったら。もうシングスピールね、ぜひ覚えておいていただきたいかなと思います。でねこのラムタラとねシングスピール、所有するとね、どんな形になるかっていうのをねちょっと見ていただきたい、能力値をねちょっと見ていただきたいかなと思います。はい、ということでね、まあ3歳の、まあラムタラのねピークの時の能力はこんな形になります。大部隊根幹距離鉄砲直一機持っていて、普通にね育てていくとエスプラまで、育ってくれますから、簡単に言うとね実はディープインパクトより強いです、ぶっちゃけた話。スピード値で考えたらほぼ同等なので、
で、それでね、欧州の適性というかね、ババの適性かなり広いので、まあディープインパクトより強いか強くないかって言ったら、かなり正確なこと言うと、まあいい勝負かなと思うんですけど、僕的にね、ラムタラの方がね、展開を選ばないので、まあね、ディープインパクトみたいにね、後ろから突っ込んでくるよりは逃げ先行もできるっていう部分でね、前のトップガン足すディープインパクト足したような馬かもしれないかなってイメージを持っているのが実際ラムタラになります。で、まあ、あのスピードはねめちゃくちゃあって、勝負根性もめちゃくちゃあって、まあ瞬発力はてなはてなになってるんですけども、これも相当高いんですよ。ただね、柔軟性と健康がね、若干低めなので、割とねこうしっかりね可愛がってあげないとね、すぐ怪我したりするっていうのがね、やっぱラムタラ実際怪我してね引退してしまってるんで、そういう部分しっかり受け継いでるかなとは思うんですけども、まあその部分ね差し引いてもね、パラメーターもね、パワー、賢さ、精神力もね非常に高い状態になっております。ちなみにね、凱旋門賞挑戦当日までの成績っていうのは11戦10勝です。1回だけね、2歳の時にミスってしまって、ブリーダーズカップジュブナイルターフでね、実はラムタラとほぼね同等なんですけども、超早熟のね、馬に差し切られてしまうっていうね、状態になってしまったんですけども、まあそれをね差し引いてもね、3歳のね、3月の4週にねコバと戦って普通にね、勝ってしまって、その後ねフランス3冠をやって、イギリスダービー勝って、キングジョージ勝ってっていう形で、まさにね欧州3冠プラス、フランス3冠のね、まああのウィニングポストナイン内派4姉妹的、まあローテーションのね王道を走ってもらってるんですけども、まあイギリスダービーとねフランスダービー伝統で出てもね全然勝てちゃうぐらいね能力ぶち抜けているので、ラムタラはねかなり能力値としてはもう非常におすすめですね。ただ若干距離適性が短いのと、意外とね、あの馬場適性がね欧州というよりはアメリカに近い、まあ馬場適性持っているので、意外とね、もう本当にイギリスダービー実はきつかったりするんで、そういうところねしっかり抑えてあげればね、この馬むちゃくちゃ強いかなと思います。そしてね、もう一頭シングスピールに関してはね、12戦12勝でね、この3歳の凱旋門賞にたどり着きました。パラメーター実はね、スピードはね若干でラムタラよりね、少し、まあ遅れている形なんですけども、サブパラがね、もともとオール S です。で、あのちょっと育てればね全部 S プラになるので、サブパラが非常に優秀なイメージかなと思いますので、大負けしないっていうのと、まあ普通にね、オフラインでねゲームする分にはこのパラメータっておそらく相当強いっていうのはね、知っている方知っているかなと思います。で、ちなみにね、シングスピールの場合は芝ダート両方とも走れますんで、もうめちゃくちゃなね、成績になってますけども、まあ米国のね3冠をして、アイルランドダービーも勝っていただいて、実はねドイツダービーも勝ってるんですね。なので3カ国ダービー勝っているんですけども、こういうねわけわかんないパ、ね、ローテーションをしてもシングスピールはね、もうなんか普通にお風呂上がりみたいなね余裕な状態でね、まあ普通に勝ってきました。なのでこのシングスピールっていうのがね、おそらく、最速でね米国3冠するんだったら、この馬も、結構ね海外馬であれば一番最速でできるのがシングスピールかなと思います。日本国内ってなるとね、意外と北斗ベガ頑張ってくれたりもできるんで、米国3冠に関しては最速はもしかしたら北斗ベガかもしれないんですけども、海外馬で考えたらね、確実にシングスピールが、安定して米国3冠できるかなと思います。ですんで、93年はね非常にね、海外馬優秀ですんで、まあ僕的にはねラムタラとねシングスピールを抑えておけばね、実はシングスピールはねかなり小出し、まあ悪くない状態で、ラムタラはねちょっと小出し悪いんですけども、守護馬になってもね最初の頃結構お金稼いでくれるっていうところがね非常にいいところかなと思います。ただね、ここで終わっちゃ面白くないじゃないですか。じゃあどっち強いのっていうのをね、やっていきたいかなと思います。当然ね、シングスピールが不利なんですけども、成長型遅めで、ボバ3歳、ちょうどね、今ピーク入り出したシングスピール VS 神の馬ラムタラでね、まあ凱旋門賞の3冠をね、まあ果たしてシングスピールでストップできるのかっていうのと、まあそこをね、まあ能力値見ればね明らかにねちょっとねラムタラ有利かなとも思うんですけども、まあラムタラにね竹ジョッキに乗っていただいて、シングスピールの方には岡部ジョッキに乗っていただいて、それでね、まあもう凱旋門賞でね、
まあ、正直ね、ドバイワールドカップだったりね、ドバイシーマクラシックでもいいんじゃないのかなと思ったんですけど、まあもう凱旋門賞が一番わかりやすいかなと思いましたので、ここでね、この2頭の決着をつけていただいて、まあ93年海外馬最強はね、どっちなんだっていうのをね、皆さんと一緒に見ていきたいかなと思います。ということでね、パリロンシャン芝 2400m 凱旋門賞、皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけども、実はね、このね 2400m 凱旋門賞ね、結構メンバー揃ってるんですよね、ラムタラ世代っていうのは。なのでね、意外と足元救われないか心配なんですけども、まあ多分大丈夫だなと思って見ていきたいかなと思います。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。まあ、キングスシアターいたりね、非常にねハイライドとかもいて、結構ねいいメンバー揃ってるんですよね。まずは先行争い、何がいくでしょうか。ダブルトリガー前に行きそうです。まあ、スペクトラムも結構強い馬ですよね。でランドもね、多分知っている方は知っていると思うんですけど、強い馬だと思います。ディッカネン、ラムタラ、これに勝つといよいよ欧州3冠の達成です。競馬史に新たな1ページを刻めるのか、ラムタラ見事その期待に応えられるか。では前の方からダブルトリガー先手を取りました。まあ悪くないね、感じで進んでると思いますね。このままもこのグループホーリングもねかなり強い馬ですからね。その外からクラシッククリーシャ、やっぱ凱旋門賞っていうのはね、あのコンピューターは勝手にね結構挑戦しますけど、結構ねメンバー揃ってる、そしてメンバー揃ってるんでね、本当にね足元使われること結構意外とあるレースだなと思って、難しいレースだなっていつも思いながら見てますけども、まあラムタラは大丈夫かなと思いますね。ただシングスピールがねどこまで検討するのかっていうのでね、ちょっと気になるところなんですけども、まあ殿下のね秘蔵っ子って言われて、秘宝って言われていた馬なので、結構ねまあいい勝負するのかなと思うんですけども、まあ内側にねシングスピール入っていて、一番大外分回してねラムタラなんで、完全にね武豊勝利モード入ってますけども、完全に武豊勝利モード入ってますね。ラムタラはシングスピールいい位置にいますね。ここで先頭変わりました。先頭はダブルトリガー、これわかんないですね、意外とこれシングスピール足元すくったくさいですね。ラムタラを前を捉えられるか、大神の馬に勝っちゃう。シングスピール差を広げる、2番手はタラ、これ予想外だこれは予想外ですね。シングスピール1着2着はいやーすごい、見事な勝利を収めました。これやっぱね、ウィングポストっていうのもね、絶対的スピード、ウィニングポストって絶対的スピードね、手法主義が僕は一番分かりやすいかなと思うんですけども、これね毎回ねこういう風にたまーにこういうこと起きるんですよね。ジョッキーの差もほぼなし、なのにもかかわらずラムタラエスプラにもかかわらず負けるっていうね、こういうことがあるんでね、サブパラメータ大事だなと思いますね。まあ岡部ジョッキーがねこういう発言をしてしまうぐらいね、ちょっとねシングスピールがね想像以上に検討したっていうか、多分おそらくね、まあここまで見ていただいた方全てがラムタラ負けるんだみたいな、感じかもしれませんけど、一番そう思ってるの僕なので、まさかラムタラ負けるとは思わなかったんですけど、非常にねシングスピールなのでラムタラをぶっ倒すっていう部分では非常に優秀なのかなと思います。ということでね、今回は93年でね手に入る、海外馬、非常に優秀な馬2頭をねご紹介させていただきましたけども、まあ、見てください、シングスピードはこういう状態で、このね、スピード A の状態でエスプラのねラムタラに勝ってしまうっていうのがね、非常にね、まあおそらくね殿下号泣だったと思うんですけども、まあ本当にねこういうことがあるからね、競馬っていうのはやってみないとわかんないなって思っております。一番僕が実は驚いてますけども、まあなのでね、シングスピール非常に優秀な馬ですし、ラムタラもね非常に優秀な馬ですんでね、ぜひね血統もねニジンスキー×ブラッシンググルームっていうね、非常にね、まあいい血統をしているのがラムタラ、そしてねサドラーズウェルズのね、直進のねインザウィングスっていう馬と、実はねヘイローが入っているシングスピールっていう形になっておりますので、意外とね、まあ両方とも、日本にゆかりある決闘かなと思いますので、ぜひねこのシングスピールとラムタラ、ご購入検討してみてはいかがかなと思います。特にね、今回でね実証されましたけども、両方ともプレイヤー馬でね、両方ともね、しっかりしたスーパージョッキーに乗っけてなんと勝っちゃうのはシングスピールだったっていうとこなんで、ここ結構ね、重要なとこなのかなと思いますし、シングスピールはねこの後ね、非常にね、まあ
種牡馬になってかなり大成する、可能性をかなり秘めている馬の一頭ですんで、ぜひねシングスピールラムタラご購入検討してみていかがかなと本当に思います。こんな形でね海外馬、年度ごとにね、まあ各世代にね、一頭ぐらいはね、結構いい馬いますんで、そこをね、つつきながらまた、まあ動画作っていきたいかなと思いますので、ぜひね、まあちょっとでも面白いなと思っていただいた方はチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ぜひとも次の動画を見ていただきたいかなと思います。それでは次の動画でバイバイ。